ちょっと待て、ちょっと待て、お姉さん。レッスンやらないでどこ行くの？レッスンコレライト、レッスンコレライト、レッスンコレライト、レッスンコレライト。はい、皆さんこんにちは。フラワーアーティスト、しんべです。今日はこちらの花材を使ってアレンジメントを作っていきます。今日使う花材はこの大輪のラナンキュラスです。こいつはいつか使ってやろうと思うんですよね、フラワー TV で。今日はこのラナンキュラスを使ってすっごく素敵なアレンジメントを作ります。だけど僕が作るアレンジだからマッスじゃなくてラインを効かせたアレンジメントを作ります。では早速いってみましょう。どうぞ。はい、今日はねこちらの器、この器を使ってアレンジメントを作っていきます。では早速作っていきましょう。どうぞ。はい、まず最初にこちらの彼岸桜をね入れていきます。で、まあ、今回こういう桜なのでパーツで分けて組み直すことももちろんできるんですけど、この月枝をうまく使っていこうと思います。だからちょっとやぼったくなるんで細かい不要な枝をね少し取り除きましょう。まあこういう取り除いた枝なんかもあのコップなんかに入れておくとよく咲くのでね、あの捨てちゃわないで決してね、あのコップか何かに入れて飾ってあげましょう。まあこういうふうにラインをね少し強調してそれから刺していきます。まあこんなもんだろう。でアレンジ刺す際は必ずここの枝物はね切り口をこういうふうに割って刺す、要は先っぽを細くしといて刺す。でそうしないと和室の中でくるくると枝が回っちゃいます。では刺していきます。でなんかラインをね本当にこうきちんと折っていくとこの枝なんかも切り落としちゃうっていうパターンもねもちろんあるんですけど、まあ今回ねちょっと咲いた時に上が華やかになった方がいいと思うんで、あえてそこまで究極に枝を落とさないでこの辺は取っておきます。そうすると咲いた時にやっぱり華やかになりますからね。で下にあとでラナンキュラスの大きいのが入ってきますから、まあ、そういうのを考えると、まあ、上もちょっと華やかでいいかなと思います。じゃあこのまま進めましょう。でここでもうすぐにねここのフォームの周りだけをファンデーションワークしちゃいましょう。でもここで早速ねこの大輪ラナンキュラスを入れていきます。今回この ラナンキュラスはマスでね使っていきます。しかし、まあ、あんまりべったりとフォームに近づけるんではなくて少しこう浮かし気味でいきましょう。ちょっとこれ正面につけますか。はい、はい、次にこのねグリーンのラナンを入れます。これはこのピンクのラナンのより下のところですね、低いところに入れますね。低いところに入れてみます。はい、このような感じです。ちょっと一回やりましょう。はい、そしたら次はね、こちらのチューリップを入れていきます。これはちょっとラインを少し伸ばしていきます。
まあ、チューリップ若干こう動きますけど、まあ、それを少しね想定して入れていくといいです。はい、こちらでチューリップが入れ終わりました。はい、次にこちらのユーカリをね少し入れていきます。ユーカリは先っぽの方の枝を残しておいて、手前のところは葉っぱを取って、ここのラインをね見せるようにします。ユーカリのラインはチューリップのラインと被らないようにしていきましょう。はい、こちらでユーカリが色終わりました。次にこのアンスリウムを入れていきます。そして最後にこちらをね入れていきます。はい、こちらで完成です。では近づいて正面から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。ラナンキュラスがとにかく綺麗です。だからこう桜のねラインがドーンと出ても、これだけ強い花が締めてると、この伸びた桜が全然変に見えないですよね。まあ、ただ、まあ、ラインを出すときはやっぱりこう少しねさばいてラインを出していきましょう。まあ、枝そのものの美しさっていうのも、もちろん時にはねハマることもありますけど、まあ、大概ほぼ 90% 以上はやっぱりハサミを入れていかなければ、うん、いい枝にはなりません。それは大きくても小さくても一緒です。そのまま入れていくのは、うん、ちょっと僕に言わせれば雑すぎる。だからちょっとこうハサミを入れて整えてから入れていくようにしましょう。そうするとすごくいいアレンジができます。それが N スタイルです。ではね、また次回も素敵なアレンジメントや花束を紹介していきたいと思います。またお会いしましょう。 See you next time。 はい、フラワー TV では皆さんのチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はこの画面の中にあるチャンネル登録をお願いしますというところをクリックしていただけるとチャンネル登録をすることができます。また下のリンクにもチャンネル登録をするところを作っておきますので、スマートフォンなんかの方で場所がわからないという方はそこからお願いいたします。それではチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。